春はアメリカ海軍の駆逐艦。クレムソン級駆逐艦の一隻。艦名はアイザック・ハル大将にちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。春は1921年2月18日にカリフォルニア州サンフランシスコのベスレヘム造船で寄港する。1921年4月26日にエリザベス・ハルによって浸水し。1921年4月26日に 艦長 TJ ドイル隊員の指揮下収益する。カリフォルニア周沿岸での成長後、春は年末までサンディエゴ沖での作戦活動及び戦術演習に従事した。1922年は南カリフォルニア沖での海図作成及び超音訓練に従事する。パナマ沖での冬季艦隊演習及びサンディエゴ沖での訓練演習が完了すると、 春は1923年6月28日に出港、ウォレン・ハーディング大統領のアラスカ巡航の護衛任務を行う。この航海で大統領は体調を崩し、サンフランシスコで8月2日に死去した。春は9月8日にサンディエゴに帰還し、同海域での作戦活動及び訓練を再開した。 1924年1月2日に春は、作戦活動のためカリブ海へ出港し、メキシコのベラクルスでのアメリカ人の生命及び、財産保護を行う。4月に春は、ワシントン州シアトルに向けて出港、シアトルとアラスカ州、スワード間での作戦活動に従事した。5月初めに帰還すると、再び沿岸での作戦活動に従事した。春は1927年まで、 サンディエゴ沖での作戦活動に従事し、しばしばパナマへの巡航も行った。その後11月17日に戦闘艦隊とともに出港、カリブ海での戦術演習を行う。ニューヨークを訪問した後春は6月26日にサンディエゴに帰還し、訓練活動を再開した。春は1929年6月11日にメアアイランド海軍造船所に オーバーホールのため入居する。10月にサンディエゴに帰還、同地で1930年3月31日に退役した。春はロンドン海軍軍縮条約に従って1931年6月10日にスクラップとして売却された。春の館内事象はウィスコンシン州ミルウォーキーのマーケット大学で保存され、フットボールの試合開始に使用された。現在マーケット大学には、 フットボールチームはなく、館内事象はその役目を親保管されている。ありがとうございます。